はい、こんばんはかな。はい、しんちゃん TV のしんちゃんです。ですね、今日はですね、ごめんなさい、しばらく動画投稿できてませんでしたね。ちょっとね、動画がボツになっちゃってですね、iPod シャッフルを作る企画の前の時点ですよね。パソコン、New Windows 入れたら紹介するとか言ってたと思うんですけど、あと、なんだっけ、その後の撮影した、なんだっけな、あれ。なんかいろいろ、続けて投稿、iPod シャッフルだ。その創作動画、最強の iPod シャッフル作ろうっていうの中途半端になってすいませんでした。理由としては言い訳じゃないんですけど、データがね、消えてしまって、復元ができなくてもう諦めました。はい。なので、まあもう、すいません、その企画がボツになってしまいます、はい。もう一回やり直してもいいんですけど、そうなると1からやり直して大変になるので、すいません。で、今日の動画はですね、こちらですね。ごめんなさいね。この動画も本当はボツになっちゃったんで、何言ってんだこいつと思うかもしれないんで、経緯を説明します。僕は本物の AirPods を持ってますね。こちら AirPods 第2なんですけど、こちら、前の動画でもちょっと喋った通り、充電がすぐね、なくなっちゃう。片耳だけっていう症状が起きてました。でそれで、コンビニで、代用のイヤホン買ってる動画があってますね。まあ見てない方は概要欄とかもしかしたらアドレス貼っとくかもしれないんで見てください。で、その後に、しばらくですね、そのイヤホンで聞いてたんですけど、やっぱ数日したら AirPods の付け心地を味わいたくなってしまってて、AirPods のパクリを購入したんですね。中華製の i12 ってやつなんですけど、購入しました。で、まあ、ちょっとね、ケースが大きさ合わないのはしょうがないかもしれないんですけど、よく言われるのが、パクリの AirPods に、こういった市販のケース、カバーですよね、要するに。つけると外れなくなるっていうトラブルがあるようです。で、僕も最初どうしようと思ったんですけど、結局、回避策を見つけたんで、それを紹介します。まずこちらが普通の AirPods のパチモン、まあ、偽物ですよね。で、こちら、プロの偽物も一応同時に購入しました。っていうのもなんで、こんなにイヤホンが必要かっていうと、こっちは PC って書いてあるのにパソコン用に買ったんですよ。で、こっちはもう iPod とかで聞くよ。本当はこれをね、この形の iPod で聞くが欲しいんで、まあ今ちょっとまだ注文してる最中なんですけど、本当はこの形が僕的には好きなんですよ。この、今開けると録画止まっちゃうかもしれないんであれですけど、アプリ純正の形が好きなんですよね。だけど、まあ、プロのパクリで。はい、まあ、それはさておき。とは、ケースをじゃあどうやったら外せるんだっていうところを説明します。まずケースにもよるので、自己責任で行ってほしいんですけど、本当に AirPods のパクリであろうと壊してしまったりとか、あと、撮れなかったよ、結局とか。で、この動画を見て、あえて突っ込んで撮ろうと思ったら、撮れなくなったじゃないか、このクソとかっていうのは一切受けたまわりませんので、もう撮れなくなった AirPods を持っている人前提で、壊れてもいいやって程度でやってる人でお願いします。僕もね、これ今外れない状態になってます。でも外し方がね、分かったので紹介します。まず、上の部分は、普通に力ずくで外れます。外れましたね。で、ここなんですよ、問題が。この、本体側ですよね。はい。その時は、こういうものが必要になります。アプリ純正の、まあ、純正じゃなくてもいいけど、この、幅があるライトニングケーブルが必要です。まず充電端子にケーブルをぶっ刺します。そうしましたら、こちらじゃないです。ここを押し込みます。力強く。普通にね。そうすると、クイって出てくるんですよね。力ない人はちょっと厳しいかもしれませんが、頑張ってください。ただ、力任せにやっても壊しちゃうだけなんで、そこは、注意を払っていってください。
もう一回いきますね。はい、外れました。実際これに入れた状態で取れなくなったらもうこうやって外すしかないと思います。でですね、一応説明なんですけど、こちらパクリだからなのか、ケース、まあつけてたから多分つけてるときは問題ないんだと思うんですけど、つけてないときに落とすとこういう状態になります。わかるかな。正常のライトニング端子ってこうなんですよ。ちゃんと銀の部分が輪っか状、斜め輪っかになってるでしょ。斜めっていうか長細い輪っかになってるでしょ。こっち見えるかな、ちょっと、うん、下が銀がないんですよね。ここなんでこうなっちゃったかっていうと、ケースつけずに落としちゃったんですよね。だからパクリであろうと、そのここを損傷させたくないんだったら、まあここと言わずにね、傷とかはつけたくないんだったら、まあちょっと大きさが合わないケースでもね、つけておいた方がいいのかなって僕個人的には思いました。さてこれまあ900円ぐらいですよ。900円ぐらいの i12 ですけど、でもなんかもったいないじゃないですか。だから僕がつけてます。でもつけるのも自己責任でやってくださいね。もし取れなくなったとか、この中に動画を真似したけどっていう、あえてのそれは責めました。僕はね、つけてた方がメリットあると思うんで戻しますけど、まあ結構硬いですよね、戻すときも。非対応のケースなんで。はい。っていう感じです。ではね、今年も動画上げていきますので、はい。いっぱい上げていきますので、また、ご覧ください。ちょっと遅くなりましたね。本当最初に言うべきだったかもしれませんが、明けましておめでとうございます。では、さようなら。また次回の動画で会いましょう。